影響されたアーティストとかいますか、日本の。日本人ではやっぱりいっぱいいますけどね、はい、でもその中でも長渕剛さんと、あと尾崎豊。尾崎豊、まああと何人かいますけど、その2人のミュージシャンはかなり強い影響を受けましたね。だからあのハーモニカとか、ああ多分それが関係してるんじゃないですかね、やっぱりなんだかんだ。長渕剛さんといえば、あの昔はギター一本でこうやって演奏されてましたね、はい、そうですね。なんか未だにやってますよね、うん、あ、未だにやってるんですか。なんか そういうスタイル、バックバンドなしでもう本当にギター一本で、きっとこう、はい、アコースティックギターでハーモニカで、はい、まあゴーさんがやってるようなボブ・ディランみたいな。あ、そう、彼はボブ・ディランに憧れてたんですよね。うん、あ、でゴーさん、そのアメリカのアーティストはどういった方が好きなんですか。はい、まあ、ちょっと前にあのストレイキャッツっていうバンド、ロカビリーバンド流行ったんですけど、そのバンドのギタリスト兼ボーカリストのブライアン・セッツァーっていう人がいるんですけど、その人、まあ、ギタリストとしてはやっぱその人好きですね。その人のやる音楽のスタイルも好きだし。あ、そうですか。はい、でニューヨークに実際に来て、ま、何をまず始めたんですか。あ、まず英語学校行きました。はい、英語学校、もう英語勉強しないとと思って。英語は日本でもやられてたんですか。パブリックスクールで、ね、英語の授業あるじゃないですか、はい、なんか日本にいるとこうアメリカに行けばすぐに英語喋れるようになると思っちゃうんですよ。勘違いしますよね。みんななんか私ももう十何年いますけど、いまだに喋れないですね、上手に。なんか僕の友達とか知り合いも3ヶ月俺あの向こう行けばもうペラペラだみたいなこと言って俺それ信じてて、大きな勘違い。そう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 、勘違いだったんですよね。で今はもう5年で、でもかなり上達されてますよね、もう。まあまあそうですね、まあ曲作っ、そう、だから英語でだって歌ってらっしゃるじゃないですか。そうですね、かなり、ま、前はでもそんなことできると思わなかったですね、やっぱ最初は。あ、でもそう、今は歌詞を英語で作られて、そうですね、歌も英語で歌われて、はい、その歌詞とかっていうのは難しくないですか、うん、英語でこう歌詞書いていく、うん、最初はすごい難しかったんです、うん、でもまあ次第にやっぱり慣れてきたっていうか、 あとまあ曲自体そんなにこう難解な曲じゃないんで、うん、I love you みたいな It's ok みたいな感じだから。あ、うん、なるほど。演劇もなんかなさってるっていう話はあるんですけど、はい、そう、演劇学校、はい、ダウンタウンにあるあの HB スタジオっていう、はい、まあ、有名な演劇学校に3年間あの通ってましたね。どういうことを教えてくれるんですか、その学校。一応その演劇学校なんだけど、こう例えばちょっとしたダンスのクラスとか、うん、あとまあミュージカル、ブロードウェイミュージカルの、ね、を目指す人にとっては、まあ、シンガーのクラスとか、はい、ミュージカルシンギングクラスとか、あと、はい、まあ、こう即興演技のクラスとか、いろんなクラスあるんですよね、ほんとフェンシングとかヨガとか。フェンシングとかなんでその関係あるんですよね。関係あるんですよ、あのシェイクスピアとか。ああ、シェイクスピアか。私なんかあの日本刀を振り回してこう立ちやる、ああ、あれはないです。それはないですね。あれ、あとニューヨークなんで。すごい勘違いですね。そう、へえ、まあ、やりました、郷さんも。僕も一応そういうのやりました、ね、フェンシングもですか。フェンシングもやりました。ステージフェンシングです。ああ、面白そうですね、はい、ちょっと日本ではやらないですね、きっと演劇学校のフェンシング。うん、その代わりに侍やるのかな、盾をやるんじゃないですか。やるのかな、はい、あ、面白そうですね、うん、へえ。あとじゃあ何かこう面白かったクラスとかありますか、うん、演劇で、うん、やっぱりその学校に行ってた時からこう何回かあの舞台、実際にこうお客さんの前で、あのやる機会をいただいて、そしてやっぱりこうもともと学校に行ったきっかけっていうのが、本当に僕あのすごい恥ずかしがり屋で、でも目立ちたがり屋なんですよ。わかります、わかります。あのすごいやっぱこう、お客、楽し、人を楽しませるのが好きなんですよ。まあ、だけどちょっと恥ずかしがり屋のとこもあって、はい、でなかなかこうアメリカ来て、まあ、一応曲とかも作ったり、うん、ラップも歌詞書いたりしてたんだけど、なかなかこう人前に出てなんかやる勇気がない、うん、まあ、あとやっぱりこう英語の壁もあったし、うん、でこれこの
てもう恐怖症を克服しないことにはちょっとどうにもならんわこれはと思って、うん、で演劇を勉強しようと思って。ああなるほど、はい、そしたらもうパフォーマンス全部、まあ、勉強できるだろうと思って、はい、ああそれはいい考えですね、はい、それがすごい今役に立ちましたね、うん、やっぱり結局。でもうじゃあ俳優さんの世界はもう やらないですか？やらないってこう、まあ、オファーがあればやるかもしれないですけど、うん、でもやっぱり元々のきっかけがその音楽でやっぱこう自分を表現したいっていうのがきっかけで演劇学校行ったんで、はいはい、でまあこの春やっとそこのプログラムを3年間かけて終えたんで、はい、またちょっと音楽に戻ろうかなと思って、はい、だからまあ何か声がかかれば行きますけど、まあ、でも当分はもう、うん、でワンマンショーそうですねというのはあの演劇学校に行ってた時から、はい、あのこちらのアメリカ人の監督さんと一緒にあのその名も GO という、うん、あのタイトルのワンマンショーを一緒にあの作ってて、まあ、今まではずっとリーディングっていう形でやってたんですけど、はいはいはい、この度あのやっと脚本が仕上がりまして、うんまあ、でこれからやっぱりちょっと場所を探してあのちゃんとしたお客さんも呼んでパフォーマンスとしてやっていきたいなと思ってるんですけども。パフォーマンスどういったパフォーマンスなんですか？まあ、大体その人の人生とかその人のこうねの身に回りのこと出来事とかその人の生い立ちとかそういうことが多いんですけど、まあその中にこういろんな登場人物を置いてその例えばその人の恋人が出てきたりとかその人のねあのお母さんが出てきたりとかそういうのをこうちょっと。それは実際のお母さんが出てくるんですか？いやいや一人で。ああだからモノマネ一人でその話の中にああじゃあ落語みたいな感じですか？そういう部分もありますね。ああ、はい、なるほど。で僕のワンマンショーは一応ハーフの少年として生まれ育って、はい、でニューヨークに来てからあの夢を目指すまでの過程を、うん歌とあとまあトークで描いたあの物語なんですけど、うん、これから、はい、あのニューヨークでどういった活動を音楽ではされていくんですか？まあ、まずステージですけど、はい、そうですね、自分のライブですか？はい、とりあえず今年またもうあのファーストアルバムは、はい、出すんですけどもうすぐにセカンドアルバム、はい、セカンドアルバム作りたいなと思ってますね。で日本には帰る予定は？日本に今年あのビザが取れたら一時帰国しようと思ってるんですけど、で日本でもじゃあ日本でもちょっとライブ、ね、はいやりたいですね。楽しみですね。また日本は日本 で、ね、はい、日本語の曲を書かないといけない。ああ、はい、そうですね。日本の皆さんもきっとそうですね楽しみに、うん、またニューヨークでのこの経験をいろいろ生かして、はい、そうですね、いい曲ができると思います。そうですね、ぜひ頑張ってください。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。